はい、どうも、レイジです。リュウェイです。箱根駅伝のね、エントリー、16人のエントリーが、出たということで、今日はですね、全チームの16人エントリー、ちょっと見ながら、軽く考察、そしてなんか気になる点とかをね、話していく、去年もやりました恒例の動画になります。うん、この動画ではですね、どんな選手が外れたとか、主なエントリー漏れ選手、ツイッターとかでもよくあるようなやつですね、とかをちょっとある程度見たりとか、気になる選手、気になるチームね、っていうのをね、僕らで、解説していきたいなというふうに思います。サプライズありますからね。そうやね。いい意味でも悪い意味でも。16人はね、特にさ、母校とかはさ、わかるやん。こいつ来たみたいな。俺が大学生ってこんなやつおったっけ？成長感じれるよね。うん。ある程度ね、16人のメンバー、ここに入ることがまず目標みたいな学生もね、いますよね。ルベルとかは、そうでしたやったな。もうこぼれちゃったんですけど、僕の場合は。20人までは行ってました。20人で、合宿行くんです。最後のね。そう、最後の合宿。で、振り落とされました。20人ぐらいで最終合宿やって、その中のね、4人ぐらいが外れる。なんかすごい思い出しちゃいましたね、その時を。僕はね、正直その、ボーダーにいなかったんで。もうこなすだけだと。本戦を見据えて、そうっすね。頑張るだけだと。だからその、もう決まってるんですよ、やっぱ、6ロックって。だから、外れるわけないんですよ。はいはい。区間まで決まってる。なんならその合宿に行く必要は別にないと。ないぐらいです。そんな感じですね。だから、正直ちょっとそのメンバー争いとかの、このバチバチの雰囲気からは浮いてましたね。いや16人でなんかペーストとかやっても、最後みんなブワーってあげるじゃないですか。もう15番目とかでゴールしてるんですよ。特殊区間の人はそうっすよね。なんかそんな感じだったんで、僕はそこまでその争いの緊張感っていうのを感じたことはないんですけど、まずは16人にね、入ることを目標にね、頑張ってた学生もね、います。10月とかね、今後ね、していくときに、僕メンバー入りましたって言いますからね。16人入ってます。これだいぶ変わるよ、本当に。本当それでね、いまだにチヤホヤされてる僕の先輩いますからね。いや、言ってたよ。お前らが優勝してくれたおかげで、東海大の箱根駅伝のメンバー入ってたって言って、合コンで言いまくってるっていう先輩いましたよ。ずるい。まあでもそれだから、母校がもう箱根駅伝出なくなっちゃった。それすら言えなくなった。そう。だから、先輩は応援するとかあります。カバー上げるために。はい。あの城西の。いやだから、じゃなかったら、城西っていう認知してもらえない。だって、あの箱根で大活躍してたあのめっちゃ強い城西大学の。多いやったっす。ってなるもんな。はい。駅伝部でしたって言ったら、ああ、そうなん、頑張ってたねってなるんで。その当時、早かったか遅かったか。どうでもいいけど。どうでもいいよね。そう、だけど。見てみますか、そうだね。ライトがすごいな。久々な感じしません。申し訳ないけど、内藤文化大学のこのエントリーの選手、誰もわかんない。名前がわかんない。見た目にぐらい。わかんないですよ。わかんないです。スター選手がイランにどうやって1位通過したのっていう気持ちです、僕からすると。でも、仙台育英とかここで。だから強いここからは来てる。うん、バランスいいです。うん。4、3、2、1と、ある程度。なるほどね。来年もだから期待できる。そうなんですよ。全然大丈夫そうなんで。ただ大東文化大学は、予選会、通過しました。1位通過しました。全日本ももちろん予選会通過します。ちょっと予選会向きなのかなって思いますね。予選会って、基本的に全員が29分とか、全員が63、4分。その区間ごとの差がないんで。ただ、現状の大東文化大学、おそらく普通に戦ったら、もう3区時点ではだいぶ遅れてると思うんですよ。1区、2区、誰が行くねん。いう気はしちゃいますよね。今の駅伝って、本当に1区、2区めちゃめちゃ大事ですからね。おそらくピーター1区で来ると思うんですよ。2区は置けないです。1区で前で勝負できる選手がいなさそうなんですよね。だから日本人エースに頑張ってついていけるのはピーターぐらいだろう。そう。で、2区以降しか粘ってきて。5区、6区はちょっとわかんないです。もしかしたら速い選手がいるかもしれない。ね、去年、確かにね。駿河台でもね、小泉君みたいな、そういう人いますから、山までは。5区、6区はわからん。でも本当、2、3、4、ここ耐えられるかどうか。そう、ここ耐えて、5区で。4区までね、14、5番にいたら、5区ワンチャン速かったら10番。ああ、まあそうですね。そうですね。そう。往路はまず10番以内で行きたいところがあると思う。黒はなんとかなると思うんですよ。お風呂ちょっと辛いなって感じしますね。ちょっと立教大学ですね。立教大学なんか言われてるのに、4年生いないと。3年生以下だけで組んでます。意図的に？いや、それはないでしょ。それはその時早い16人。うん。意図的にって、それは。もうだからもうお前たちの未来がないからキリストだとかではないですよね、さすがに。クソ監督やな。だとしたらクソ監督やな、おい。上野さん。俺は来年行くんだ。来年で勝負かけるんだって言って。だからお前ら4年、お前ら意味ないと。うん、我慢しろ。お前らみたいな。記念出場はいらんみたいな。厳しい。ちゃうでしょ。実力でしょ。ちゃんとね。いや、知らないです。僕、あんま詳しくないんで、立教大学のその戦力図に関しては。4年生どんだけ早い選手がいっぱいいたかもちょっとわかんないですけど、でも強化しだした都市から考えると、やっぱ下級生が強いですよ。なので、しっかりここでね、6、6、走れる選手が、目処が立てば、シードはね、なかなか厳しいと思ってます。ただ、しっかり来年以降、
また予選会をね勝ち抜いていく、まあ5年ぐらいは予選会で戦えば、うん、シード権見えてくるんじゃないかなと。今回の予選は別に通ると思ってなかったんですよ。だからハーフに適性がないと思ってたの僕たちは。なんか楽しみではありますよね。初出場って突然やってくるよね。なんかそうね、駿河台とかの時も、うん、そうね、あ、立教初じゃないのか。立教はなんか復活っすね。あ、そうやね、古豪復活みたいな。ゴーじゃないの別に。こうやん。ゴーやった。こう。いや、優勝しますよね。え、そうなの。え、一回、ちょっと怖い怖い。ちょっと怖なる。まあ、後で。あと、まあ、下の方から行くと、一応予選会9位通過なんで、まあ、東海大学のね、うん、あの、戦力が下の方と。やっぱ一番注目されてるのは、まあ、吉田秀樹と。はい。が抜けてると。あ、漏れた。これ、どうなんだろう。言った方がいいのかな。内部情報に近いけどさ、うん、吉田秀樹とか、やめてんだよ。うん。やめてないね。それは知ってるんだ、はい、タイムはしてない、ね。まあでも一回誤解を解く風にはそっちは言った方がいいのか。そうですね。そうやな。ツイッターとかでさ。画策されちゃいますかね。いやいや、だって吉田響タイムやっぱし、うん、やっぱ手段かみたいなさ、すごいやっぱ書いてあるから。そう言われてて、エントリー漏れてますから。いや、そうなのね。いや、だから言ってたのよ、うん。うわ、また言われるやろな、あいつなって。まだ2年生ですから、はい、この先どうなっていくか知らないですけど、現状タイムしないです。普通に、あの、部にはいる状態なんで。まあでも、東海厳しくなりましたね、これで。厳しくなりましたね。頼みの綱、5区でバッコン稼ぐ人がいなくなったっていうと、代わりはいるんですか ?5 区の。はい。まあ、それはだって準備はしてるんで。うん、そうです。してなかったら大変です。確かに。うん。まあ、あの、区間予想的なものはね、うん、あの、次の動画で、やろうかなと思ってるんですよ。この動画撮った後に、また別の動画で区間予想、うん、まあ、東海だったり、上海、5区もね、区間予想したり、あとは優勝予想とかもちょっとしたいと思う。まあ、その動画はそっちで上げるんで、今回は20チームなんで、戦力図を見るっていうだけの動画にはなります。まあ、石原がいるので、定置はどっかでは稼げるという、はい、区間賞候補の選手が、まあ、どっかにはいるという感じではありますね。うん、石原をだから、1、2、3、4、どこで置くかが難しいところですね。まあ、ちょっと1で置いちゃうと、しんどいなってなりますけどね。うん、でも、ギリシード狙うところは、本当に先行逃げ切りしないと、置いてかれたら取り返せないんで。取り返せないですね。東洋とかですか。東洋ですか、うん、東洋は松山くんがいないと。さすがにシードは取るかな、これ。東洋はさすがにシードは取るんじゃないかなっていう。うん、なんか絶大な信頼感があるよね。別に弱くないからね。そうですね。そう。なんなら多分箱根が一番強いでしょ。あの出雲とか全日本がそんなでも、そうなんです。箱根は多分来るのよ。え、だってそもそもいつもそう。別にいつもそう。そんなに息してないやん。出雲とか前半良くなくても戦力が少ないんだったらまあまあ残りじゃないですか。だからまあ松山くんいなくても十番に入ると思いますよ僕は。あと國學院大学、うん、まあ、ここは特にあの漏れなし。漏れなしでしたね。強いですね、うん、あれ、國學院って山登りの選手っていたんでしょ。國學院山登りの選手は、イジチが走ってますね。あ、そうなんだ、うん、イジチは使ってこないですよね。平林、山本歩夢、はい、中西とかさ、うん、藤本くんって区間賞取った子いるでしょ、全日本で。はいはいはい、いけるよ。1、2、3、4、こと足りてんのか。イジチは別に平地走らなくて別にいいのよ、平地国でいいのよ。強っ、うん、ちょっと待って、本当に強いじゃん、うん。箱根中央大学どうなるかですね、うん、一応去年6位で久々のね上位じゃないけど上がってきたなって感じはしましたよね。そうなんですよ。で出雲全日本で結構いい活躍したからね。そうなんです。一応20キロ走れると思うんですよね、うん、僕はメンバー的に見るともちろん吉山とか走るんですけど、うん、弟もね、弟もね、まあ、いい感じではいくと思います。でこの中澤とかさ、はいはいはい、なんか中野くんとか湯浅さん、うん、この辺り割とね、まあ、ハーフで言うと堅実なこう60、ね、そうですね、62分台後半ぐらいの力あるんですよ、うん、しっかり走れるんですよ、うん、だからムラなくそれをコンスタントにかましてくる。ただまあ本当に基本は2区かなと思う。1区まあ吉井君で行ってもいいですよ、はい、いいんですけど2区、まあ、去年もねだいぶこう抜かれちゃったんですけど、うんうんうん、2区あと1人ね。俺中央大学あの留学生取ったら優勝かなと思います。なんとか2区耐えれる選手、はい、でも耐える、まあ今の時代耐えるじゃないんやけどね、うん、うちの時は、ほら、箱根駅伝優勝した時は、2区に湯沢さんっていうね、うん。まあ、爆発的な力はないけど、しっかり耐えれる選手を置いて、うん、そこ区間8番で乗り切って、他の区間を全部 1、2、3位ぐらいで通過していったっていうのがやり方なんですよ。うん、はい、ただ、今の時代多分、耐えれないですよね。行かれちゃうよね。そうそう。逃げられちゃうよ。そうそうなの、そうなのよ。今、昔は7分台でクソ速かったから、8分、9分で行ったら耐えてたのよ。うん、今、たまに5分台とか行けそうなの。いやでもそれで言うと、うん、ヴィンセントどうなのって感じじゃないですか。仕上がりきってんのかなんか分からないじゃないですか。そうですね。だから全然その6分30とかになっちゃう可能性すらあるし、6
6分30バカ早いけど。あとはぼちぼちこう注目なのはやっぱ創価大学。はい。まあ、ここはね、ニク・ブルワがいたりとか、うん、稼ぎ頭で島津くんだったりとか、ミスター箱根駅伝で。そうそうそう。でまあ、葛西くんもエース区間でしっかり並べられるじゃないですか。はい。並べられる。うんうんうん、だから、往路はまあまあ行くんじゃないですか。うん、去年じゃないわ、2年前か。往路ね、結局行っちゃって、はい。っていうのあったじゃないですか。創価大学はその展開ができる可能性は、まあ、ありますね。うん、あるある。全然ある。もう下馬評通りに行かないってことですね。そうそうそう。ワンチャン一発ある。どっちかというと、中央大学とか、東京都産、東洋よりも、うん、まあ、創価の方が一発は。中央の場合は、全部がこう、100% だって、120% 出せば、なんですけど。だから、3番以内に入る確率は、中央の方が高い。うん。ただ、優勝する確率は、単勝待てろって言われたら、創価の方があると思いますね。ミスしなかったら、創価トントントンっていっちゃう可能性があるってことですか、うん、そういうことです。じゃあ最後ちょっと上の方、優勝候補、はい、去年3位ですね、駒澤大学、うん、まあここもエントリー漏れのとこ見るとそこまでなんて言うんでしょう、うん、大きなエントリー漏れっていう書かれてる人はいなかったです、うん、よくツイートしてる人いるじゃないですか、エントリー漏れ、はいはいはい、主な選手、うん、唐沢って書いてあってさ、うん、みんな唐沢にしたら見るわけねえじゃんいやいやいや、その分からんよ。チーム状況がね、まあまあのチームやったから、原沢はずっと練習してて、ワンチャンにかけて本調子ではないけど、うん、まあちょっとかけて使ってもいいかなと。そうそうそう。今の駒澤大学で、1年間レース出てないやつ入れたのいや、もう、いっぱいいるんですもんね。早いやつが。そうそう引き出しめっちゃあるみたいな。そこ無理に行くわけないやつって、うんうん、主なエントリー漏れとは僕は思わなかったんで、金沢君は。基本的にはもう、16人、しっかり揃えられたなと思ってます。入賞したら3冠ですよね。3冠です。そうですね。いつも全日本よりは下馬評低いです。あいつも全日本は圧倒的に、駒澤勝つだろうって言われてたけど、はい、箱根に関しては、まあまあ普通に勝負するんじゃないって言われてるのが現状かな。突き抜けてはないよね、みたいな。うんうん、あそうなんですね、うん。突き抜けてると思うけどな。いや、僕もそう思いますよ。うん、だって、どのハーフマラソンの大会やってもう駒澤上位に来るでしょ。いや、だって別にさ、オードでさ、5人固めりゃさ、うん、この実力あったら逃げれるって。いや、マジで。全突破でいいと思いますよ。うん、僕、駒澤大学の監督だったら、はい、調子いいやつ、速く走れるやつ、5人前の区間、うん、全突破で。だって、62分台で来るんやから、はいはいはい、1人走れるんやから、袋なんてもう安定していけるやつ、並びいいのよ、うん。追いつかれんから、よほどのことがブレーキせんかったら追いつかれんのよ、はいはいはい、袋なんて。オーロで3分差つけたら、うん、袋はセーフティーリードで行きゃ気づけばね、蓋を開けたら、あれ5分なってる、これになるんすから。1区だけちょっと誰来るか分からんけど。そうですね。でももうセーフティーリードでいいんですから、うん、バックチューターだから離れないやつ、うん、1区1位を狙わなくていいと。ああ、いいでしょ、いいでしょ。去年2位の、順天堂大学ですね。去年2位、順天か。あ、2位です、2位。ここ上級生多いんですよ。4年生さんが多いんで、はいはいはい、まあ、チャンスは。だから経験者というか、うん、箱根を知ってるメンバー。そうですね。結構みんな出てますね、はいはいはい、昔からね。でもね、なかなか箱根では三浦がハマらないですよね。まあ、最近ハマってないか。うん、昔ハマってたけど、うん、まあ、やっぱ、3勝とか短いのですけど、はい、力入れ出してから若干落ちたなっていう感じはあります。うん、でもそこはもう、本人の一個もあるやろうし、うん、まあ、1年間通して全てをやりきるっていうのは、厳しいところだよね。どれだけの天才的な能力があっても、はい、まあ、難しいんかなっていうふうに思います。長距離ってなおさらそれが難くないですか、うん、だから、オフシーズンないっすもんね。うん、まあ、三浦、行くでいいよ。大エース、大エースって言っても、うん、トラックですか、彼の本当の主戦場は。1区で2、3番で俺いいと思うんですよね。清田君、鹿間君、有田君、西澤君、野村君、4年生ね。強いね。はい、石川崎もいますけどね。うん、この辺が、まあまあ、力あるんで。そいつ絶対外さないでしょ。うん、区間5番以内で来る能力は絶対あるんでね。で、まあ、トントントンと流れていけば、うん、僕にいい位置で渡せるんじゃないかなと思いますね。うん、まあ、もちろん優勝狙ってくると思いますので、はい、で、それで最後、去年優勝、青山学院ですね。まあ、ここもそこまでめちゃくちゃ変わったオーダーではないです。なんか、主なエントリー漏れる誰かいました？それとも、もう、ここも人数がいすぎて、こと足りてる、うん。うん、普通ですね。見た感じ普通ですね。まあ、5区ね。若林くん去年登ってよかったんですけど、はい、今年そんなできないじゃないですか、試合。そうですね。だからそこどうなるかですよね。若林行けるのか。行けなかったら他誰か使うしかないけど。結構だから、ワンチャンスけど、山の練習しすぎて、平地があんまり走らなくなってる可能性もあるじゃないですか。うん、そういう人いますよね。そういう人おるからね。まあ、走り方がそもそもなんかそこまでこう、スピード感溢れるタイプじゃないから、うん、嫌なムーブにはまってなきゃいいけどね、うん、と思います。田中流星見よう感じも。あ、田中流星の速い番数ね。渋くね、うん、花はないけど渋く登ってくそ う, そ う, そ う, そう走り方とかもさ似てるしさ、まあ、さすがに岸本をお袋に使う余裕はないと思うんで、あ、僕もミスったら終わり感はありますね。うん、
いや、この辺全部そうっすよね。うん。だって駒沢だってどんなに強くだって3位とかなっちゃうんですよ、去年だって。じゃあね、はい、別に去年も優勝候補やったから。はい、優勝候補っすよ。もちろん優勝候補やったよね。優勝予想上げてたもんね、はい、普通に駒沢大学って。これだけは分からんな。難しいな。難しいっす。まぁ、ちょっとこんなところでね、まあ、注目校と紹介ということで。まぁ、次の動画で、5校、はい、東海大学、上海大学の区間予想だったりとか、うん、優勝予想をね、ちょっとしていこうかなというふうに思います。うん。まあ先ほども言ったけど、ちょっと今から2時間ぐらい欲しいですね。優勝予想を今からちょっとするんで。うん。熟考しないといけないんで。一回ちょっと頭の中で、熟考走らせないとちょっと、うん。ぐらい厳しい。わからん。全日本の時なんですよ。駒沢師匠みたいな。時間なかったもん。これ考える時間なかったもん。一瞬ではよ、うん、まず1位が駒沢師匠。ね、箱根だからこそね、わからない部分があるんで。特殊区間が入ってるとこうなるんですよ。そうなんですよ。まあ、一旦ここでね、今度が締めます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。